コストコで購入したプライムビーフ肩ロース塊のお肉を今からカットして仕分けしていきたいと思います。すっごい塊です。ではこちらを。重たいですね。すごい重いです。重みがあります。がっすりします。がっちりしてます。こちらの肉 1740g で、お値段の方が3619円で購入しました。だいたい 100g あたり208円で購入できます。まあお買い得なんじゃないですかね。これだけの固まったしっかりとしたお肉ってなかなかスーパーではないので、こういうのはコストコで買うのがいいと思います。今から仕分けしていきたいと思います。まずこの筋の部分をね、切っていきたいと思います。いきますね。切れるかな。すっごいですよこれ、厚みがね。ではいきます。あ、意外と大丈夫だ。でも硬いですね。すっごい硬い。すっごい弾力がすごいです、ね、こんなすごい、よいしょ。これでね、はい、まずね上の部分を切っていきました。こんな感じです。すごいでしょ。でこちらをこちらのね半分の量をローストビーフに使っていきたいと思うのでカットしていきたいと思います。よいしょ。これはちょっと寄せてしまいますね。でこちらの塊半分ですね。だいたいこれぐらいかな。これぐらいを切っちゃいます。この塊を今日は使っていきたいと思います。あとはある程度カットしていって一つずつラップ巻いて冷凍していきたいと思います。そうですね、すごいですね。本当にすごい。3等分ぐらいにしていきたいと思います。すごいな、塊が。見てこれ、すごくないですこれね。これも後のね残ったものは、そうですね、まあ、ビーフシチューにしたりとかもしていけたらなと思います。こちらのね油の部分はちょっと避けといて違う料理でちょっと使っていきたいと思います。ちょっと切りますね。このように油が取れました。ちょっとね油がすごいのでこんな感じ。でこちらはちょっと大きいので半分に切って冷凍していきます。カットが終わりました。これでラップをして冷凍していきたいと思います。ちょっとトング使います。すごい、こんな感じでこれをもう一個ずつこのようにしっかりとピシッと止めてラップしていきます。こんな感じですね。これを続けていきます。
ラップしました。こちらをジップロックに入れていきます。こんな感じです。ジップロックに詰めました。これを冷凍して保存していきます。じゃあお肉を今からじっくり焼いていきたいと思います。うわ、美味しそう。焼いていきますね。じゃあまず裏も、ね、焼いていっちゃいます。わー、美味しそうです。これぐらいで焼けてしまったらいいと思います。でジップロックを空気を抜いて、しっかりちょっと抜いて、これで漬け込んで、中はこんな感じです。美味しそう。完成しました。もうね、これわさびをつけて、もうタレはなくシンプルにいただきたいと思います。